コンピュータ媒介現実は、ウェアラブルコンピュータやモバイルコンピュータの使用を通して、人が認識する情報を加えたり除いたりして、現実の認識を操作することで作られる。多くの場合、ユーザーが周りの環境を視覚する情報を操作する。代表的な機器として、スマートフォンやスマートメガネが使用される。これは、現実の世界とユーザーが感じ取る世界の媒介物となる。 コンピュータ媒介現実は視覚障害者の視覚を強化することなどに使用されてきた。これは通常の人が視覚する光の情報をコンピュータで改変し強化された情報として提供するものである。またインタラクティブなコンピュータのインターフェースにも用いられてきた。他にも建築分野で ビジュアルデータをマスクしたり除去することで知覚を軽減する技術の開発も行われている。応用分野としてゲーム、機械の遠隔操作、遠隔医療なども挙げられる。長期間にわたって知覚を改変することが及ぼす影響はそれほど研究が進んでおらず人体に悪影響を及ぼす可能性もある。複合現実及び拡張現実は コンピュータ媒介現実に含まれる概念である。コンピュータ媒介現実は、拡張現実、仮想現実などの他の概念と関連している。お互いの法眼関係は図のようになっている。ありがとうございます。